ちこんぽん、ゆきこちゃんの中の人です。プレイステーション4版メタルギアソリッド5ファントムゼイゆきこちゃん実況動画続きを開始したいと思います。悔しいです。美女のポスターにならないです。あっと、あコンタクトです。ポスターがまた地上に逃げます。普通のポスターになってて、名作のメタルギアソリッド5グランドゼロスでもよく屋上に逃げました。あと敵兵は3人、とあと向こうにも3人、全部で6人。ロストポジションに行かな、あ、登らなくていいんだよ、スネーク。な、連続で登っていく。あそこで3人で集まった。よし、落ちた。敵兵みんな向こうに行ってるんで、進んじゃいます。進してきました。近い。あ、車がずっと止まってる。やっとポスター切り替わったです。ずっと隠れてるです。あ、動き出した。さささささささ。あ、向こうに、あ、まずい、2人に気づかれた。2人なら大丈夫です。あ、すごい速さで来たです。これで10を置くです。よし、周りいないね。よし、ささっと捕まえて手を上げろ。よし、これ
これで奥の方を片付きました。まだ片付けてる途中です。よし、あっと後ろから、あ、一人来てる、まずい。あ、ヒルトン回収で飛ばすとこ見られちゃったかな。あなたにダンボールの美女をおませる時間はないです。ああ、まずい、なんか急いで向こうから人生きてる仲間は。よし、おやすみ。君はなくてはならない存在なんだ。よし、これで、あ、この扉の中、こんにちは。エクストラクション arrived at mother base. Unit function added. Development project has been.こいつはまだ動かせないの。遠隔操縦や AI 制御は実用段階になっていない。 AI は誰も欲しがらん。10年前のゴールドマンの件があるからな。ああ、ただ有人機にするには姿勢制御の改良が必要なんだ。ここに急ぎたいよ。でも完成にはまだ時間がいる。私から逃げる気だな、博士。この僕を始末するのか。サヘラントロプスは私が引き継ぐ。いいか、私は闇の住人だが、貴様のような腐った男と一緒にされたくはない。裏切り者め。いずれ仲間たちから罰を受けるがいい。連れて行け。了解。ではエベリッヒをベースキャンプに移送後、直ちに移動する。ここは閉鎖する。各班撤収急げ。まだ使い道は残っている。
Side op completed. Boss, 間違いない。さっきの男がエメリッヒ。今回の回収ターゲットだ。ボックスの奥に消えた兵。一緒にいた男。エメリッヒが何らかの答えを持っているはずだ。ターゲットはソ連のベースキャンプに移送された。場所をマップにマークしておく。ベースキャンプに向かってくれ。The map has been updated. また新しく始まりました。エメリッヒを回収せよ。え、ミッションも進んだのかな？ありました。まだ続いてる。さらに奥には大きな巨大なギアがこの間出てきたのですね。門は固く閉じられました。エメリッヒはどこに連れてか行かれたんだろう。あ、こっち。あ、さらに奥です。先ほど暴れたところを暴れたところを抜けて進んで、ここマーカープレイス、マーカーリムーブド。わあ、これ、あ、これまずい。いつの間に敵兵が近づいてきてた。この奥はすごい重要なところかなと思います。敵の戦闘ヘリだ。機銃を操作されたら波の人間にはかわせない。慎重に行け。どこだろう。あ、そして手前に一人いるな。ここ開けたら出てくる。戦闘ヘリは、あ、先ほどの基地巡回してる。お、向こう見てる。今のうちかな。開けて。ダブルさん。で、ヘリ。